まずはこちらからいきたいと思います。お次はなんとマクドナルドの福袋、ランバンブルーの福袋でございます。いらん、これはいらん、やばい。何これ何これ、え何これ、腹巻き、え久々にですねミニスカートを履いてみました。恥ずかしい。あー、今年の福袋マジで激アツ。皆さんこんにちは、リリーです。さあ今回もですね福袋をどんどん開けていこうと思います。まずはですね、何しよっかな。まずはこちらからいきたいと思います。これはですね、島村で購入した福袋なんですけど、値段は3300円です。これもむちゃくちゃ人気ですよね。よし、じゃあまず1つ目はこちらが入っていました。かわいい、赤草色の前ボタンのモコモコのトップスに、下もちゃんと裏起毛になってて、ポッケもついているパンツが入ってました。こんな感じ、かわいい。ほら、いいですね。 M サイズやけど結構ゆったりめやし、しかも前ボタンやったら今授乳中のお母さんとかでも使えますね。あ、これいいわ。ちなみに私が今着ているこの部屋着はですね、ユニクロで購入した1990円のルームウェアでございます。はい、ではお次行きましょう。次は、これもかわいい。続いてはこんな可愛いパジャマが入ってました。これはですね、少し透け感のある素材で涼しい感じなので、春秋とかにぴったりなんじゃないかなと。ほら、パンツも可愛い。しかもやっぱりね、プチプラナヤさんといえば、あの機能性重視したアイテムをたくさんねコラボで作られてるんですけど、ポッケついてるわ。パジャマでも何かとポッケがあるとスマホ入れれたりとか、ポンって物を入れれて楽なんですよね。そしてお次、次がラストかな。黒色のパジャマが入ってました。あ、黒色っていうか墨色ですね。かわいい。大きめのゆったりしたパジャマで、袖がリブになっています。そしてですね、パンツはなんとこんなかわいいクレープっぽい色です。これもまたまたポッケがついてます。で、少しタイトめかな。なんか上がオーバーサイズで下はちょっとタイトな感じ。色味もめっちゃ可愛い。これで3000円は安いですよね。一組あたりだって1000円で、しかもこれもエコバッグとしてめちゃくちゃ使えそうやし、可愛いもん。ほら、たっぷり容量で絞るとこんな感じのデザインになってます。これ3000円はやばない？あー、今年の福袋マジで激アツ、すごい。じゃあ続いてどんどん行きましょう。お次はこちらです。なんとマクドナルドの福袋。こちらはですね、事前に抽選予約をしないと手に入らないんですが、なんと当たりました。こちらも3300円で購入したんですが、中身を見ていきたいと思います。まずこの福袋、なんで人気なんかと言いますと、こちらがついてるんです。3160円分相当の金券付きということは、まあ、3000円で買ったこの福袋に同じ分だけの金券がついていて、プラスアルファはこれがついてるって感じです。これがもうタダでもらえちゃうって感じですよね。で、このエコバッグもめっちゃ可愛くない？後ろがこんなんで、前はこんな風になっています。キャンパス時のトート、中はですね、めっちゃ可愛いねんけど、何これ、こんなん子供とかめっちゃ喜びそうやねんけど。中にはですね、こんな可愛いポテトの時計が入ってました。食べれそう。そしてそして、次はマックのポーチが入ってます。これも裏面もロゴが入っててめっちゃ可愛い。素材感はなんか雑誌の付録とかにありそうな感じ。はい、そしてラストはこちらが入ってました。見て、よーく見るとロゴが入ってたり、後ろにマクドナルドって見えますかね、ロゴが入ったプラスチックのマグカップです。かわいい。しかも白やし、いいですね。ということで、マクドの福袋はこのトートバッグとポーチ、マグカップ、そして時計と3160円分相当の時計が入ってました。それでは次行ってみましょう。それでは今回の目玉の福袋をご紹介します。
こちらのランバンオンブルーの1万円の福袋でございます。ショップの店員さんに伺ったところ、ランバンオンブルーさんもあの山田屋さんと同じように福袋用の商品を作るっていうよりかは、去年とか一昨年とかに販売していた商品で残ったものを入れている、そんな感じの福袋ですということと、あとですね、トップス、ボトム、ワンピース、この3点は必ず入っているって聞いたので、あ、じゃあランバンオンブルーさんは、まあ、定価ちょっとねそこそこいいお値段するブランドやし、3点必ず入ってるならありかなと思って購入を決めました。それでは早速開封していこうと思います。ドキドキするな。まず最初はこちら。お、いい色味が出てきたよ。これはスカートかな、スカートかな。色味はいいんですよ。生地感もなんか良さそうなんですけど、短いんです。短い。これ自体はめちゃくちゃ可愛いんですけど、私短い丈もう最近履かないですよね。膝下の丈がいいので、ちょっとこれは勇気いるな。あ、スカートと思いきやキュロットみたいに後ろパンツになってますね。後でちょっと試着もしてみようと思います。少々お待ちを。さあ、あーちょっと待って、あーちょっと待って、色今チラッと見えたよ。マジか。はい、2点目は、すごいねんけど、しかも長やばいガラガラヘビやん。すごい色のロングワンピースが入ってます。いらん、これはいらん、やばい。いや、好みあるんでね、好きな人もいるとは思うんですけど、私はちょっと好みじゃないかな。すごい色見て、デザインは可愛いんですけど、色よ色。これは着れへんわ。でもこれ絶対メインやん。この福袋のメインがちょっと外れでした。これはやばい。どうしようかなこれ。はい、じゃあ続いて参りましょう。お次は、おお、またまたミニのスカートが入ってました。やばいよ。もうね、30代入るとやっぱ膝隠しときたいってなるやん。スウィードでデザインは可愛いし色も可愛いんですけど、ちょっと短いですよね。まあでもブーツと合わせたらいけるかな。ちょっと履いてみるまで保留や。さあ次行きましょう。次がラストっぽいかも。せーの、お、次は色が黒や。ってことはちょっと期待できるかも。今のところワンピースの衝撃が強すぎて、あ、これいいんじゃない。あ、セットアップや。続いては19,000円の、前が V 字、後ろがスクエアになっているロンティーとセットアップ。え、なにこれなにこれ、え、なにこれ、腹巻き、え、これなんや。スカートじゃないもんな。え、これ何、どうやって使うの、こういうことにしてはちょっと大きない？え、わからんわからん。おしゃれすぎてわからへん。こういうことかな？ちょっとわからんから着てみましょう。久々にですね、ミニスカートを履いてみました。難しい。難しい。丈は膝より結構上め。続いてショートパンツも履いてみました。デザインめちゃくちゃ可愛いです。いや、商品がめちゃめちゃ可愛いけど、この短いの履く勇気がほんまにない、無理。はい、そしてですね、ロンティーも着てみました。今 V カットの方を前にするとこんな感じで、袖もですねスリットが入ってて、なんか綺麗に見える。で、どっちが前でも多分使えるけど、こっちが正しいっぽい。で、問題のこれよ。これなんなん、オプションみたいにするってことかな。長めに担ぐんちゃうよな。マジでわからん。コルセットみたいなわけでもないもんな。これ正解知ってる人がおったらマジで教えてほしい。ここやったとしてもさ、めっちゃでかいね。スカートにしても短いしでかいね。わからんわ。もうわからん。やばくないか、これはちょっとやばいやん。形も可
わいいし、レースもしっかりしてるし、裏地もついてるんですよ。さすがランバンさんって感じなんですけど、色が見てということでですね、ナンバーワンブルーさんの福袋は、まあ、中身的に可愛さで言えば70点、うん、他の3つが全部使えるやつやったので、あの腹巻きは抜いたとして、ただ、30代半ばともなるとちょっと若めやったかなと。実際に使えるかって言ったら難しいなっていうアイテムが今回は多かったです。皆さん的にはこれ当たりですか、外れですか、微妙なとこ。スカートの服が全部ね長めの丈なんやったら、これ結構私的に大当たりやったんですよ。これは外したとしても、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。ダダダダッとね、いろんなタイプの福袋を紹介してみましたが、またよかったらねコメントで感想など書いていただけたらすごい嬉しいです。そしてまたお友達にですね、このリリーの飴玉、広めてもらえたら超嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。